全日本の表彰台には6回上っています。この大きな声援が小塚に送られます。ファンの思いです。もう一度日本が誇る才能を世界で見たい、そんなファンの思いです。振り付けはローリー・ニコル。4回転のトーループ。4回転には4回転のトーループダブルトーループ決めました。トリプルアクセル、ダブルトーループ、ダブルループのサーブ。トリプルループ、トリプルトーループ、捉えました。トリプルフリップ、トリプルループ、トリプルサルコー。
コンビネーションスピン。こんなガッツポーズを初めて見たかもしれません。男の意地を、そのプライドを存分に見せてくれました。小塚崇彦というスケーターをしっかりとこの長野のリンクに刻んでくれました。今シーズンは苦しんできた小塚崇彦、2011年の銀メダリスト、世界選手権で2位になった選手です。さて本田さん、4回転2本挑んだ、はい、さあこのあたり回転含めてどんな印象でしょうか。そうですね、これは2回目の方ですね、4回転のトーループからダブルトーループのコンビネーションなんですけども、少し両足着氷になってしまっている部分があるんですけども、はい、ただこれだけ攻めた演技を今シーズンなかなか見れなかった中で、この全日本で見れたというのは本当に、いや素晴らしいなと思います。佐藤信夫コーチの、ね、あのガッツポーズも鈴木さんも全てを象徴してましたよね。そうですね、もう小塚選手らしい滑りも戻ってきたなというふうに思いました、はい、理想とするスケーティングでした。しっかりと心に刻まれました。さあただ3位の武良まで世界選手権を考えると 164.01 という得点が必要。その点を超えました。 173.29。 特に5コンポーネンツはスケーティングスキルで9点台、高い評価です。さあこの時点で武良を超えた小塚崇彦、3位に